イメラジオ第六千三百五十二回。今日は令和六年五月二十三日木曜日です。時刻は午前八時、横浜港北、曇りの朝。紫外線が強いですね。なんか紫外線が。なんか物理的な力で、街を覆っているような、そんな感じがします。ただし、紫外線は。目には見えない。ただ非常に強いんですよね。 目が開けてらんないほどです。夏はいつもこうなりますね。さて、夏景色初夏の景色を見ながらの放送。今回はつばさの塔から小池都知事への公開質問状。こんなタイトルです。昨日日本保守党への公開質問状というのを検討しましたが、実は同じ5月21日一昨日ですよねに。 黒川さんが小池さんにも公開質問状をまあ留置状から送ってますからそれについても取り上げることにしましょうそして小池都知事といえばこの翼の党の面々がヘイヘイヘイと言いながら東京15区補正においてメインターゲットにしたそのお相手でもありますなんか小池さんの自宅まで行って外線やったとか あれはやりすぎでしたねただしそのじゃあ翼の党あるいは黒川代表が質問させろと質問に答えろと言っていたその質問とは一体何だったのか翼の党は小池都知事に何が聞きたかったのかだから乙、まあ、武さん自体は翼の党から見るとあまりターゲットではなかったんだよねもうスキャンダル以外は。 さて、えー、っと5個あります。そして5個全部はもう取り上げないんですけどあの1学歴詐称問題についてこれよく言ってましたねでこれは黒川さんたちだけでなく小池都知事の学歴詐称問題っていうのがなんかものすごく世を賑わせていますね。 私はたまにお話しした通りえっり、と、小池さんが学歴どうなのか全くどうでもよくカイロ大学に行ってなくても問題ないと思うのですがまあなんかえらく問題にしてますねこれ特に黒川さんたちは。でまあその翼の党の人はつまり黒川さんたちはこの小池さんがなんかお金を使ってねお金を使ってなんかカイロ大学に自分の学歴を えっと認めてくれるようなそんな動きしたんじゃないかということを言ってるんですよカイロ大学生命の作成に忖度して小池さんはエジプト政府に対して日本政府の教育関連事業 ODA 300億円の支援を進めたそれに関与したと指摘されていますが 都知事に就任する2016年7月の5か月前にってことは2016年の2月頃かなもうずいぶん前ですねこれえっと2016年2月エジプト日本教育パートナーシップ186億2600万円を限度とする円借款これが日本からエジプトに借款が行われているようなんですね。 これを小池さんが仲介して金利は低く抑えられて返済期間も長く設定される優遇措置となったんではありませんか小池さんが8年前の7月に都知事になったでその5か月前にエジプト政府に日本政府から円借款が186億円いった。 金利も低かった返済期間も長かったこれに小池さんが関わってんじゃないんですかと。で次にねこの1980年代から2019年までにカイロ大学関連の無償 ODA が151億円ある日本からカイロ大学への無償 ODA が151億円あると。で 例えば、カイロ大学小児病院外来診療施設の建設に無償 ODA が日本から払われていて、2015年に10億6000万円、2019年に19億8300万円、計35億4300万円、日本からエジプトに ODA が行ってるわけですね。で、黒川さんが言うのは、 小池さんは養殖の立場でエジプト軍事政府カイロ大学と交流を続けてきたことによって卒業証書授与をもらったのではないのか。で次小池さんは超法規的なカイロ大卒業証書保持者。 これどういうういとなんだろうね。超法規的なカイロ大卒業証書保持者エジプトの国益から特別待遇の卒業者扱いになったとあるのですがこれは教育関連事業 ODA300 億円超の送金のことでしょうか。うん 「カイロ大学の現文学部長のお方はカイロ大学では小池氏に関する書類を出す場合は学長の承認が必要になった」と発言「こんな承諾は普通いらないのではないでしょうか」。 さん、カイロ大学は1954年軍事独裁政権トップが軍部に粛清され革命評議会のもとに置かれ現在軍事独裁政権トップのエルシー氏大統領がカイロ大学長並びに各学部長の任命権を持っていますつまりあの大統領がエジプトのカイロ大学の学長及び学部長の任命権があるつまりあの学問の自治なんかないわけですねこれはまあエジプトっていう国考えたらそうだろうなと思います で黒川さんいうのは政権の指示で小池さんを卒業生と認めたり都知事就任を祝福するコメントを出したりしているのは小池さんへの忖度だと思うのですがいかがですか。でこれが一つ目のカイロ大学学歴詐称問題で二つ目過去に公明党山口夏男さんを総理大臣にしたいという発言これそんな発言あったんですかね小池さんに。で 黒川さんが言うには現在も創価学会との関係は親密なのですか7月の都知事選でも創価学会の票を得るおつもりなんですか今も小池さん創価学会中国共産党の密接な流れがあるんですかこれただ聞いてみたいねこれはね学歴差しはどうでもいいけど公明党の問題はどうでもよくないのでねで、それと小池さんがどういう関係なのか私は知りたいですよ 3 2025年来年から新築一戸建て建築の時に太陽光パネル設置が義務化された件キヤノングローバル戦略研究所などの指摘によると中国製パネルが90%以上を占め新疆ウイグル自治区での人権弾圧強制労働と指摘され太陽光パネル中国製の中国製の太陽光パネルはジェノサイドへの加担だと言われていますと。 再生エネルギー賦課金を使い建築する住宅メーカーにはリスクもなく東京都や関東圏の市民の電気料金負担だけが重くなる一方で東京電力は総括減価方式で利益をあらかじめ決定できる仕組みである以上を東京電力の財務も傷まない都民が出すだけだと余計な電気料金がね。小池人脈で、 建設利権を貪っていいいるようにしかかか見えないのですがいかがですすがが小池さんの人脈総合学会経由の中国共産党との利権があるのでしょうか。4外国人企業支援事業1,500万円を無償無担保融資についてこれもどういうことなんでしょうねこれ。コロナ禍を経て日本人の生活が一段苦しい状況でなぜ外国人企業支援事業1,500万円を無担保で東京都は融資するのでしょうか。 坪さんの党は日本の中小零細企業や個人事業主のサポートの方が先だと思うのですがいかがでしょうかこの場合無担保融資の申請者大半が中国人だと見積もられ小池さんの中国利権と癒着があるのでしょうか融資を受けた外国人が一旦帰国して戻ってこない場合取扱金融機関の株式会社きらぼし銀行第一勧業信用組合による資金回収が難しくなり 持ち逃げ状態になるのではという指摘もありますまたこの外国人企業支援事業1,500万円融資の事業計画認定の申請受付はビジネスコンシェルジュ東京と記載されビジネスコンシェルジュ東京の運営は東京都からの委託を受け委託なんだねそりゃ東京都ができんわなこんなこと。株式会社パソナが行っております 元バスの会長竹中平蔵さんと今井の小池さんの利利益益団体が利益を得ている仕組みなのですかあとまあコロナワクチンの推進っていうのはまあちょっとここはえっと割愛しますね医師会との癒着について黒川さんがいろいろしゃべってますけどまあ翼の党から小池都知事に言いたいことがあったと。 だからこれを言えばよかったんだよね、実はあのああいう凱旋やるならやるでところがもう「へいへい」というああいう感じになりですからまあ翼の塔っておかしいって思われて終わりになっちゃったわけです。 ここで言ってることはね全然全部正しいわけではないんですが、ね、全部正しいわけでは全くないんだけどいいとこついてると私が見て思うところもあるんですよだからそれをもっと冷静にこう通っていけばよかったのになとけれどまあそれでは人は振り向きませんからあのもうはちゃめちゃパフォーマンスになっちゃったんでしょうね。イメラジオ今回は翼の塔から 小池都知事への公開質問状をお話ししました木曜朝です。